変わりまして佐藤伊吹さんが入ります。7番ピッチャー佐藤伊吹さん、背番号11。7回の表、日本ウェルネス宮城高校の攻撃は2番ショート村上さん、Yeah!
試合終了でございます。ご覧いただきましたように、本日の日本ウェルネス三重高校対クラーク記念国際高校の試合は2対0となりまして、クラーク記念国際高校が勝ちました。スタンドの皆様、両チームに温かい拍手をよろしくお願いいたします。